どうもジルマンです。はい、皆様、まだまだね、残暑は厳しかったりしますが、ぼちぼち夏が過ぎ、あ、間違いな、夏が過ぎってきたわけなんですけども、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあね、夏が過ぎ、秋、それを超えたら冬、そう、つまりガシャポンクエストですよ。前振りが長かったね。てなわけで今回ね、久々にガシャポンクエストに使えそうなアイテムが発売されたのでご紹介させてください。それがこちら。はい、まずはこちら、 SD ガンダムワールドヒーローズよりグンバナイトワールドバージョン。そしてこちら、 SD ガンダムワールドヒーローズザ・レジェンド・オブ・ドラゴン・ナイツよりシャイングラスパードラゴン。いや、白馬さん、白竜ですよ。こんなのね、ファンタジー世界のガシャポンクエストに合うに決まってるじゃない。過去に投稿した動画では、ガシャポンクエストではなくアクアシューターズに合う乗り物として SD ガンダム三国総決戦のトリニティバイクをジールマンご紹介しました。その時もね、結構いいサイズ感だったんで、意外とこの SD ガンダムとアクアシューターズのサイズ感合うと僕は思っています。なのでね、このグンバナイトワールドバージョンもね、乗れるんじゃないかなと思って買ったんですけど、もし乗れなかったらお蔵入りです。まあ、仮にお馬さんに乗れなかったとしても、このね、パッケージ見る限りドラゴンはね、間違いなく小さすぎるってことはないと思うんですよ。でね、仮に大きかったとしてもドラゴンが大きい分には困りませんから、まあ、もしこれもちょっとアクアシューターズに対して弱そうなぐらい小さかったら、この動画お蔵入りです。まあ、なんやかんや言ってね、さすがにお蔵入りになるほどサイズ感が合わないことはないと思っているので、とりあえずこちら組んでみましょう。で、あのシールの有無わかんないんですけど、もしシールがあったとしても一切使わない完全パッチ組みにいたしますので、ご了承ください。それでは早速組み立てだ。はい、てなわけで組んできました。左がグンバ、右がドラゴンになります。意外とね、ドラゴンとグンバ頭頂高はね、近い感じなんですよね。それではここに実際にアクアシューターズ置いてみましょう。はい、ナイスサイズ感、いいですね。特にね、お馬さんとアクアシューターズ、実際のね、人間と馬ぐらいのサイズ感だと思うんで、これバッチリですよ。一方でドラゴンはこう、敵対勢力とするには少し小さすぎるかもしれません。ただまあ、あの味方側の勢力として考えたら、これぐらいの方がいいサイズ感だと思います。それではまずはね、グンバナイトワールドバージョンとアクアシューターズを合わせるところからやっていきますか。それではアクアシューターズを乗せる前に、まずはね、可動の方を少し見ていきます。こちら後ろ足はね、回転の軸がございます。で、前の方はこちらボールジョイントで、少しね、回転以外に前に開くことなんかも可能なんですね。で、さらに膝下はそれぞれがこうやってしっかりと曲げることが可能です。まあ、でもね、足首とかに可動はないですね。本当にシンプルな可動のみでございます。そして尻尾、これね、結構はい、振り幅が大きいんで、がっつりと動かすことが可能です。あとは首の根元ですね、ちょっと分かりづらかったかな、今ググッと動かしたんですけど、これが前に出ます、後ろに引きます、この振り幅ですね、これ。まあ、なのですごく可動が多いわけじゃないんですけども、こんな風にいかにもヒヒーンなポーズもね、しっかりと取れるということで、これだったらね、十分じゃないかなと僕は思います。とまあ、可動は分かったんだけど、これどうやって乗るのって話ですよね。こんだけ厚みがあったら、とてもじゃないけどアクアシューターズね、乗るわ乗せられませんって言おうと思ったけど、まあ乗るわちょっと待ってください、これ一回乗せましょうか。はい、乗りましたねいや、びっくりした、僕これは想定してなかったんですけどもはい、なんかね、うん、乗りました。ただね、やっぱ問題はございます。はい、これね、当然あの足をね、固定する足を置くところがないので、すごいね、ほらこんな風にズルズルっとずれてしまうんですね。なのでやっぱりちょっとなんかこう触った瞬間に、あと揺れたりするとね、ズルッとなって落っこってしまう、そういうことはございます。はい、さてそこで本来のギミックを使うときなんですよ。うん、こっちが僕本題だったんですが、これね、胴体を引き出してあげれます。はい、こんな感じですね。で、ここがお腹周りとか背中ですね、ここパッカー開きます。パッ
か。はい。で、元に戻してあげる。そうするとね、ここが前のトリニティバイクと同じぐらいのね、はい、幅になるんで非常に乗せやすくなるわけですよ。てなわけで開いた状態で乗せるとこんな感じになります。こちらだとね、非常に安定感がありますね。例えばこうパカラッ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 って感じでこんな風に揺れても全然問題なしでね、左右に多少振ってもね、落ちる気配がありません。あとはですね、この乗ってる場所の幅、要はここのね、こちらの幅ではなくてここの幅ですね。ここが少し広くて気になるなって方は、まあご自身でね、パテや何やいろいろ埋めたりとかして改造してみてもいいかもしれません。ここがね、最終的に閉まればそれ以外の空間は結構自由にできます。そしてジールマンが過去にご紹介したこのシュライヒエルドラドのゴーレムと合わせてみました。そうですね、この馬に乗った状態でのアクアシューターズの高さとゴーレムの高さ、それぞれの前高が同じくらいなので、僕はやはりこれいいサイズ感だと思うんですよね。馬に乗ることで大型モンスターにも攻撃が届くようになるという観点から見てもこれは非常にね、おすすめでございます。さて続きましてはこのシャイングラスパードラゴン、こうやってね、馬から降りた状態、アクアシューターズの等身で考えたら、これでも十分に大型のドラゴンになりうるかななんて思います。色合い的にも雪とか氷を彷彿とするカラーリングなので、このシュライヒエルドラドのアイスジャイアントとの親和性も高いですね。ただドラゴン族がね、こういうジャイアントゴーレム系よりも小さいというのはいいのか悪いのかっていうのは意見が割れるかもしれません。さてそんなシャイングラスパードラゴン、意外と可動部があるのでそこを見ていきます。まずは翼だね。これ根元ボールジョイントなんで結構グリグリ動くし、向きを変えることも可能です。ただね、クリアパーツなんで強度的な問題があるんで、動かす際は結構優しく動かしてあげるといいでしょう。要はあとね、こうこれぐらいの羽ばたきはできるけど、大きくこうバサバサと羽ばたくような動きはできないですね。はい、この程度です。そしてお顔というか口ですね、はい、結構ガパッと開くんでこれかっこいいですよね、この開いた感じで。さらにここですね、根元結構上に向けることが可能です。でさらに首もね、根元がちょっと見づらいかな、はい、こんな感じで前に後ろに、さっきのね群馬と同じ感じでこういう風にずらすことが可能です。そして腕、こちらの根元だけですね、それがボールジョイントでこんな風にグリグリと動いて上にしたり下にしたりと角度を変えることが可能になっています。そして腰、これね根元がボールジョイントなんで、これはね回転だけじゃなくてよりねちょっとひねって角度をつけたような、こういうね細やかな動きが可能になっています。そして股関節、というか足の付け根ですね、これもボールジョイント。今回ねこのドラゴンに関しては全部の関節部がボールジョイントなんで、基本的な回転以外にこういう角度付けがしっかりできるのがいいなって思いました。ただし膝に関してはね、こちら完全に固定となっていますので、接地面をね調整するのは、はい、ここの足首、これボールジョイントなんで、ここでうまく角度を調整しながら接地面を合わせてあげると良いでしょう。最後は尻尾、こちらも当然ボールジョイントなので、こういうね回転以外にしっかりと、ほらこれぐらいのいいかな、しっかりと左右に振ることができるんですよ。いや本当にね、結構簡易的なキットの割にそういった可動めちゃくちゃ優秀です。そしてこのシャイングラスパードラゴンは SD ガンダムワールドヒーローズのモビルスーツがここに乗せられるんですね。なのでここにアクアシューターズを乗せることも可能なわけですよ。はい、このようになります。ここだけ見たらなんかちょっと絵面がシュールだね。はい、正面から見たらこんな感じですね。何か掴めるとことかはないので、一応ね翼の根元に手を置いてなんとなくそれっぽく見せてるだけでございます。なのでお馬さんよりはちょっと安定感が欠けるグラスパードラゴンなんですけども、こちらにはね、はい、モビルスーツ用の台座パーツが付属するんですね。なので例えばこれのジョイント部分を切って、このアクアシューターズの台座をつけてあげたりするってこともできます。
ガシャポンクエストにね、こういう台座がつくかどうかっていうのはわからないんですけども、例えばアクアシューターズの場合はこれですね、こうやって台座を合わせてあげたりすれば乗った状態で、はい、ここにね台座を取り付けられる部分があるので取り付けつつ根元のねこの台座に合わせてっていう、この高さで言うとこれぐらいかな、この辺で台座を切ってあげれば、はい、しっかりとねアクアシューターズに取り付けることが可能になります。まあ、他にもね100均とかで手作りアクセサリー用の小型のチェーンとか、あと革パーツとかを使ってね、この辺かなんかでお首かなんかに通してあげて、実際にねアクアシューターズが手で持つことができるようにしてあげるとか、いろんな方法はあると思うので、この素体を使って来たるべきガシャポンクエストに備えてみてはいかがでしょうか。ということで今回はガシャポンクエストに合いそうな SD ガンダムの新商品、 SD ガンダムワールドヒーローズグンバナイトワールドバージョン、そして SD ガンダムワールドヒーローズザ・レジェンド・オブ・ドラゴンナイトよりシャイングラスパードラゴンのご紹介でした。まあ、なんといってもこれらのいいとこは安価なこと。まあ、1個1000円2000円するものをね気軽にリペイント部分塗装っていうのはなかなかできないものですけども、こういうのだったらね試しにチャレンジしてみて自分好みの馬やドラゴンを作ってみる、そういうのも非常に良いのではないでしょうか。私ガングヒーロージールマンのチャンネルでは今後もアクアシューターズやガシャポンクエストに合いそうな商品ご紹介していきます。ですので良ければね高評価とチャンネル登録していただけると動画制作の励みとなります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます。おまけ動画です。先ほどねグラスパードラゴンの台座についてお話ししましたよね。そちら作ってきました、ズドン、はい、これですね。動画本編ではこのドラゴン側の台座にあるジョイント切っちゃったらって話をしたんですけども、一応ね強度を高めるために削って残しました。でこのアクアシューターズ側の台座って肉抜きががっつりあるんですね。その肉抜き部分とジョイントを合わせたんですよ。で接着してさらに上からこちらですね、はい、カラーパテ、これをね流し込んで綺麗な形に整えて、でさらにねちょっと不安だったんでこのねジョイントとか台座の接続周りもちょっと不格好になっちゃうけどカラーパテをはいこうつけて固めてあります。これだったらね多分大丈夫なんじゃないかなと、はい、思います。はい、後ろから見るとこんな感じ。まあ、ちょっとね色味が独特ですけどもね、クリアでクリアイエロー、クリアブルーっていうね、まあでもね結局台座なんでねちょっとでも見えちゃったらもう台座使ってるっていう感じになっちゃうんで色味は僕は特に気にしません。そして横から見るとこんな感じ、しっかりとねアクアシューターズの台座がつけられてますね。で高さも特に問題なく、はい、しっかりとドラゴンに設置しております。まあドラゴンの翼的にね武器ってのは結構持たせづらいんですけども、こうやってね台座を使って安定させてれば仮に、ね、武器が翼に引っかかってもすぐに倒れて落っこちることもないので、こうやってねより多くのドラゴン関係のアクションが楽しめると思います。まあただ先ほども言いましたけど、あくまでもねこれアクアシューターズだからできてることで、実際にガシャポンクエストになった時にね同じようなタイプの台座かどうかは分かりませんので、今現在はねできれば皆様はこちら使わずに取っておいて、ガシャポンクエストになってからねガシャポンクエストの台座とつないであげる方がいいかもしれません。以上ちょっとしたプチ改造でございました。改めまして最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたねー。